正ファース、ギルバート増誕反応の一般式、正ファース、ギルバート増誕反応とは、有機合成化学において、アリールケトン1、またはアルデヒドを、アルファジアゾホスホネート化合物2を用いて1、炭素増誕した、アルキン酸に変換する、化学反応のことである。この化合物には、正ファース、ギルバート試薬、あるいは単に、ギルバート試薬と呼ばれる。ギルバート試薬 A を強塩基で処理することで中間体 B が生成する。これがウィッティヒ反応と同様に4陰環状のオキサホスフェタン中間体を経た後、さらにジアゾ元の脱離、カルベン G の1、2定位によってアルキン H が生成する。ギルバート試薬のプロトンを引き抜くためには、カリウムタートブトキシドのような強い塩基が必要である。一方、タイヘイとベストマンは、下のようにアセチル元を有するアルファジアゾホスホネート化合物を用いることで炭酸カリウムのようなより温和な条件下で反応が進行することをそれぞれ独立して報告している。特にアルデヒドからタイヘイ、ベストマン試薬を用いて末端アルキンを合成する場合は収率が高いことが多く天然物の全合成などにも汎用されている。反応機構としては炭酸カリウムメタノールで生じたカリウムメトキシドがアセチル元を引き抜き、系中で中間体 B が生成すると考えられる。なお体平、ベストマン試薬は2、オキソプロピルホスホン酸ジメチルとトシルアジドから容易に調整可能である。D セイファース、RS、マーマー&P ヒルベルト JORG、兼1971、36。1379、JC ニルバート&U ウィレスリア、JORG、兼、1982、47、1837、オヒラ、S シンス、コミュン、1989、19、561、S ミューラー、B レポルド、G ロス&HJ、ベスマンシンレット1996、521、G ロス、B レポルド、S ミューラー&HJ、ベスマンシンセシス2004、59。ありがとうございます。